注意です。この動画はこんなものが含まれたものなので、大丈夫な人たちだけ見てね。よし、一応、これで完成かな。ま、私も終わったぜ。私が欲しいカードは全部あってよかったが、お前はどうだった？そうね、正直言って、わからん。わからないのかよ。最近見ているアニメの主人公のデッキだが、あんまり見なかったのでね。それじゃあ、デュエルしながら少しずつ修正することにするぜ。そういえばみんなは、波乱の指揮神は見えないが、波乱が妖務たちと買い物にいたから多分そっちにいるはずだぜ。次はあっちですにょん。あ、待ってー。それじゃあマリサ、相手してよ。まあ、私もデッキを試したいし、いいぜ。お掃除お掃除。行くよ、マリサ、全力で来るがいいぜ。消える。よしゃー。先行はもらったよ。ルールとかはわかっているんだろ。当然のことでしょう。あ、はじめから行くよ。スケール1の星読み、スケール8の時読み。この二人で、ペンジュラムセッティングをする。最初からペンジュラムか、やるな。これでレベル2から7までのモンスターを同時に召喚できるな。それがペンジュラム召喚だろう。だが、私は EM、ラカンダーを通常召喚する。最初のターンでは攻撃はできないから、私は手札を全部捨ててターンを終了するよ。私のターンだぜ、ドロー。私は魔法、竜の霊廟を発動。この効果でデッキからドラゴンを1枚墓地に送るぜ。自らデッキのモンスターを？ああ、そしてそれが通常モンスターだったら、もう1枚送ることができる。この効果でブルーアイズと霊廟の守護者を墓地に送るぜ。そして、手札のモンスター1枚捨てることで、ワンフォーワンを発動。これでデッキからレベル1のモンスターを1枚、特殊召喚することができるぜ。私はホワイトオブエンエンチェントを特殊召喚。白い石か、宝石、高いのか、カードのことを聞くんじゃないんだろうね。高いかも。私はカードを1枚セットしてターン終了だぜ。私のターン、ドロー。でもそんなやつでは、真面目な防御もできないぞ。EM、ドクロバットジョーカーを召喚。こいつは通常召喚が成功したら EM や魔術師ペンジュラムモンスター、オットアイズのどれかを1枚、手札に食われることができるよ。私はオットアイズペンジュラムドラゴンを選ぶ、ペンジュラム召喚だよ。来るのか。登場だよ、美しき。二色のマナコ、オットアイズペンジュラムドラゴン。出たのか。オットアイズ、星読みと時読みのペンジュラム効果は、自分のペンジュラムモンスターが攻撃するときそれぞれ、魔法とトラップの発動ができなくなるよ。知っているぜ。そしてその白い石の守備力では、ラパンダで倒すことができる。バトル、ラパンダで白い石を攻撃。これで終わりだよ。焦るな。墓地の霊廟の守護者の効果で、ドラゴンが破壊されたら墓地から復活するぜ。オットアイズで攻撃。そして、ドクロバットジョーカーでダイレクトアタック。これ式。さすがマリサ、私のライバルだ。この攻撃を乗り込むとは、ターンエンドだよ。いきなりライバル宣言かよ。デュエルで私のライバルになりたいならもっと勉強してから来るがいいぜ。なに？エンチェントの効果、墓地に送られたターンのエンド時に、ブルーアイズを召喚するぜ。ブルーアイズだと？さあ、私のターン、ドロー。私にダメージをあげたから、私もお礼として一つやってあげるよ。そんなお礼はいらねえよ。今すぐあげるぜ。まず、ドラゴンが自分フィールドに存在するとき、スタンピングクラッシュを発動。お前の魔法、トラップゾーンのカード1枚を破壊して、500のダメージを与えるぜ。あ、分断の壁が、いて。そんなカードを用意していたのか？だが無駄なのだ。続けて、この黒白デッキの名のように、ブラックを召喚してあげる。ブラックオブレジェンドを召喚するぜ。今度は黒い石？ってまさか、黒白ってそういう意味だったの？そう、ブラックオブレジェンドの効果でこのカードをリリースし、デッキからレッドアイズを召喚することができる。が、レッドアイズドラゴンではないぜ。なに？召喚ができるのはレッドアイズモンスターなのでこいつもできるぜ。
レッドアイズ、ライトニングロード、エビルデイモンを召喚、な、なんなのよ、そのモンスターは、こいつはデュアルモンスターで、もう一度通常召喚することで効果を持つモンスターだぜ。つまり、今はノーマルモンスターだ。さて、ブルーアイズでオットアイズを攻撃。そうさせるか、ラパンダーの効果発動、相手がペンデュラムモンスターを攻撃するとき、1ターンに1度、攻撃を無効する。厄介な効果だぜ。エビルデイモンでラパンダーを攻撃。今度はトラップ、エンターメイトフラッシュ、EM がいるとき、相手モンスターは全部守備になる。なら、金龍の合法、自分墓地のノーマルドラゴンを1枚特殊召喚するぜ。これでブルーアイズをもう1枚召喚。ぐぐぐ、やるなマリサ、お前もだぜ。まさか二度も攻撃を止めるとはな。だが、三度目はないぜ。ブルーアイズでラパンダーを攻撃、くぅ。やるな、ふふふ。これでターン終了だぜ。私のターン、ドロー、ペンデュラムモンスターは、フィールド上では墓地じゃなく、エクストラデッキに行く。そして、そこからペンデュラム召喚ができる。ペンデュラム召喚、再び現れろ。ラパンダー、EM ラクダウン。オットアイズ以外は全部守備になってもらう。守備か。だがエビルデイモンが次のターンにもう一度召喚すると、1ターンに1度に、自分の攻撃力以下の守備力の相手モンスターは全滅だぜ。私はここで、オットアイズと獣族のラパンダーを融合する。融合なしで？何が融合だ！俺の名前はユーゴだ！黙ればナナども、融合召喚、野獣の目を持つドラゴン、ビーストアイズ、ペンデュラムドラゴン、バトル、ビーストアイズでエビルデイモンを攻撃。ち。融合素材の獣族モンスターの攻撃力分ダメージか。ターンエンド、私のターン、ドロー、これは、行くぜ霊夢、このターンにこのデュエルが終わるぜ。な、何バカなこと言うの？私はモンスターが3匹、そしてビーストアイズはブルーアイズと攻撃が同じだぞ。ブルーアイズの前では意味ないことだ。ブルーアイズ専用魔法カード発動、滅びのバーストストリーム、の、モンスター全滅の魔法？だがそのカードを使ったターンにはブルーアイズは攻撃ができないよ。ブルーアイズならね、魔法発動、ドラゴンズミラー、これでフィールドと墓地にいる、3匹のブルーアイズを除外して融合だぜ。なんだと？いつの前に3匹か、融合召喚、一旦幕は火力、そしてデュエルも火力、ブルーアイズ、アルティメットドラゴン、そんなバカな、アルティメットで、ダイレクトアタック、わーわわ、ま、負けた。ふふ。でもこのデュエルってのは、なかなか面白いぜ。次は必ず勝ってみせるよ。おう、頑張れよ。後でフランやヨウムにも相手してもらうぜ。ふ。私はハランに頼むことにするよ。奴が多分、私たちの中で一番強い技だからな。好きにしろ。じゃあ、そろそろ戻るかな。そうだな。そろそろみんな帰ってきたかもね。ザ・ワールド！妹様、どこにいらっしゃるのですか？妹様。